こんなこと言ってごめんなさい。そうだからこそすごくなんか今私の支えになってるものがないのが本当に嫌だ。うん、もう悲しすぎる。うん、悲しいから身どもり歌おう。いやなんか昨日の配信を見て、配信を見てじゃないわ、いたわ、 STU さんが歌ってくださったじゃないですか。そうでマックス歌いたくなったんですけど、マックスも歌います。あとでつらい、なんか歌ってほしいのありますか。つらいからカラオケする。こういう時は歌うといいんだよ。悲しすぎる。つらい。なんで早く届いてよ。
足がいいわすごく。いい歌詞ですな。2番の歌詞いいね、やっぱり。だから傷が癒えた今ので何歌おうかな。みどもりもうやってないの、ずっとリバイバルで、そうリバイバルでやってたわリバイバルでやってたね、やってたね、懐かしい。わかる、今すっごい久しぶりにやったらちょっとフリーマ覚えてないのかな確かにリバイバルってからやってない。そうだね、なんかこういう曲欲しいなって思っちゃったそう、フルじゃないね、そうだね、みどもり、暗闇、求む、二人乗り、あとラブ修行うわ、なんかもう前すぎて。でも12月か、え12月、そうめちゃくちゃ最近までやってた、2ヶ月前か、うん、クレームあったクレームあった、思い出してください。時間もないので一番だけなんですけど、じゃあ一番だけ歌いますか。海を見てると切なくなるよ、白い涙寄せて流れで歌おうとしたのになかった、うん、ね、今イントロ流れてたよね、なかった。じゃあこれはあるのか、流れで歌いたかったけど、でんでんじゃ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 ん、ちょっと待って打つの遅すぎ、あ、これはあるか、
これはありました。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。この上浮かぶように、ふわふわと歩いてる、そう夢見心地で、世の中のすべてのもの、キラキラ輝く、そんな気がしてた。なんでこの流れになったんだろうちょっとよくわかんないけど、懐かしい。でも2ヶ月前だった。全然懐かしくなかっためちゃくちゃ懐かしい気がするんだけど私、うん、ね、そんな経ってなかったんだな。そう、なんかね、まあ、ワンハだったからなんか2個やればいいのにダメですか、ね、2個同時進行でやっちゃダメかな。リバイバルと思い出公演やりたい気分。まあ今の公演も大好きだけどね。まあ厳しいのか、いろ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 。あ、ね、4期生の前座始まりますね。前座とか私も見たいそう、何やるんだろう、誰が何やるんだろう。全員でやったりするのかな、それとも別れたりするのかな。やばい、全然わかんない。私もだからみんなと同じ状態今超楽しみ。もうすぐ始ま、3日から始まるんですよね。4日、うん、楽しみ。何やるの、教えて教えて絶対袖から見てるよ私、それ絶対に見てる。みんながどのサイリウム振ってるか超見てるから、うん、ね、楽しみですあ、これさ、ちょっと
とキスをちょうだい、はい、袖からめっちゃ見てます。サイリウムカラー決まって、決まって決まってる、ちょっとわからないです決まってます決まってます、うん。じゃあみんなに向けてこの歌をお届けしようじゃないか。はい、あれねえ全然来た。これが私の今の気持ちです私の思いを曲にして、はい、伝えさせていただきました、皆さんに、はい、こう思ってます
首輪つけたいです、できるなら。覗いてます袖から。怖いね怖いね。はい、 GPS もつけてます。怖いですか？よかったです。でも久しぶりに歌えて。そうだからメールはもうどうしてくれるんだろう、どうなっちゃどうしたんだろう。あの私このままだともうダメなので、なんかで送ってください。どうにかして送ってください、お願いします。どこかで、はい、ね、なんとかで送ってください、原文をそのまま、うん、でもちゃんとあのスタッフさんには言いました、今日もうすぐに。でもやっぱね届いてないっぽくて、うん、そう、全然我慢できない。え、だって私のメールが届いてるってことは、あの NG ワードとかもないってことだから、そう、本当に何か不具合が起きてる。はあ、悲しい。一日引きずってる今日。うん、そう、あのメールの返信届いてないメンバーもちらほらいる、うん、みたいです。ごめんなさい、うん、メール届いてないよ、そう、送ってない今日。こう見えてマジで落ち込んでる私今。そう、あの送ってないです私今日、ごめんなさい。うーん、なんだろうね、このなんかこんな2日も続くとちょっと、もういつから、昨日の夜からかな、一昨日の夜夜中から、うん、いやそうだよ、私めちゃくちゃそういつも楽しみにさ、一日何回も何回も開いては見て開いては見てってやってるから、それがもう2日ないって、え、そう、みなんか皆さんがそこ日常的に、うん、なんかやってるものそうがパッてなくなるってめちゃくちゃ辛くないですか。インスタメッセージ返信とか、あ、そう、それ見てるのありがとう、あのあらゆる方法で送ってくださってありがとうございます。沈むわ。もう最近沈むことが多い。広島紹介メールはね届いてない、うん、そう、これ送ったよって方も、あの届いてない方もいるし、その毎日そう返信、その
毎日っていうかそのメール、私のメールに必ずそう返信してくださる方とかもいらっしゃるので、それが全部来てなくて、そう、うん、うん、メール送ったんだけど、そう届いてないんだ。届いたらすぐ言いますけども、まだ時間かかるのかな、なんかこのまま届かなくなったらどうしようとか思っちゃって怖い。そう、うん、あ、困る、困りますね、非常に、ね、なんか昨日とかはあの第4期生のそのニコ生さんの感想も聞いてないし、うん、もう来てないし、昨日の配信もどうだったか来てないし辛い、もう辛すぎる、なんで本当に、うん、いやでもスタッフさんには相談しました、泣き泣き泣きって、そう泣き泣きって、うん、いや本当にもうあの、そう復旧したらその今までの分全部絶対に送っていただきたい一通も取りこぼしたくないのではい、そう多分メンバーによるのかな、ちょっとわかんないです、私メンバーとその他のメンバーと連絡取ったりとかしてないから、他のメンバーがどうなのかわからないんですけど、そうあってもないから、うん、確かに昨日聞けばよかったけど、でメール、そう昨日あれ昨日あったの、あ後輩、そうだちゃんにしか会ってない、多分メールは届いてるんですけど、その返信を見れないメンバーがいるはず、私だけってことはないと、メールは届くんですよ、そうメンバーからのは届くんだけど、その皆さんのが届かないです、今、うん、メールは来ます、私が送ってないだけ、ごめんなさい、すいませんすいません、ごめんなさい、あ、うん、いやわかんない、自分だけだと思ってて返信が、そうじゃないのか、だから別にメンバーとも話さなかったです、うん、ね、具合待ちます、待ちます、一気に再送されてくるのを待ちます、返信全部再送してくださいって言っておこう、そうなんですよ、だからすごくもう落ち込んでた、いろいろ最近の私はいろいろ落ち込んでました、それにこの返信が来ないことも続いて、悲しい、わーわー、だから元気づけてください、私のこと、ありがとう。
ありがとう、うん、ラーメンねあー元気出るな、元気が出るコメントありがとう。優しいですね皆さん。最近いいね多い。そうだよめっちゃ見てる。コメント読んだら何かを失う気がする。もう本当に一人男子小学生いるんだけど。あーいっぱいハートが送れてきた。あー私のライフが回復していく。コラボした時お疲れ以外のポストでもいいね来てびっくりした。そうなの、あの STU さんのその配信のハッシュタグでも今日検索かけてそういいねしてなんかないかなと思って、うん、みんながホイ見してくれてる。私のライフが HP が回復してます。嬉しいよ見てくれて。そうそうそうなの、めちゃくちゃなんかさあるかもしんないじゃん、その大塚ななみってツイートしてない人とかいるかもしれないじゃん。STU さんのファンの方で、だからもう全部ありとあらゆるハッシュタグで検索かけてる。そう。ずっとスマホとにらめっこしてたわ。今日は、うん、今日は暇だった。暇で。お休みだったらね。お休みなのにさ返信が見れない。おやすそんなんもう休めないよ。もうつらかった今日。だから今日は特にずっと考えて、なんで暇だと病む人いる。いや多分私そうめちゃくちゃ考えちゃうんだよ、いろいろ何もすることがないと。今日は本当に一歩も出てない家から、うん、配信のお疲れのみちゃん可愛いってコメントよく見て本当嬉しい。いやそうなんだよね、だから私はその土日とかはさ一日公演あったりするから嬉しいんだけど、病んでるの。私と一緒だよ。わかる。だこんな時こそあのめちゃくちゃ仕事をしたい。コメントどうだったした？STUのファンの方からコメント来てた？大塚さんうるさとか来てなかった？大丈夫？そう土日祝しか行けない。わかる、本当にそう、うん、優しい子褒めてたね。あら嬉しい、優しいね。いやそうなんかねその NST さんのスタッフさんも言ってたんですけど、そう NGT のそのファンの方はもちろんなんだけど、なんか STU さんのそのファンの方もめちゃくちゃ優しいんですねって言ってて、そう優しくめっちゃ優しい。なんか最初ちょっとラグがあったじゃないですか配信で。そうそれでも全然なんか応援コメントがいっぱいで、むしろ、うん、
そうだから私もコメント見てて、あやっぱすごいねアイドル、そうアイドルのアイドル好きな人って優しいってあ私それ私かそれ、あ私か、うん、えそう本当にねすごいです、皆さん優しい空間だったな、うん、そうだねまたやりたいですね、わかる、2部さめちゃくちゃ喋っ、なんか途中で私はっていや今これ私喋りすぎだろって思って、さすがにそうさすがに喋りすぎでしょって思って、一瞬ちょっと待ってこれ一回黙ろう私と思ってそうね思っちゃった、ちょっと、うん、この道ラーメン完食しました、いやあのねあれあのラーメンなんですけど、その私が食べたやつとあとなんか物撮り用にもう一杯作ってくださってて、そう2杯あったんですよ、で1杯は私が食べて、でもう一杯え、なんかやばいどうしよう、こうやって1杯私が横取りしたみたいになっちゃう、どうしよう、1杯は私が食べてもう一杯をその他の3人がちょっと食べて、で最後磯崎の奈々ちゃんが磯崎の奈々ちゃんがずっとずっとラーメン食べてて完食してて、待ってこの子体ちっちゃいし細いのにめちゃくちゃ食べられるんだと思って、そうこれ言おうと思ってたんだ、うん、めちゃめちゃ面白いですあの子、そうあの机にこう机に座ってじゃない床に座って机食べてたじゃなくて、あのイカ天とかサラダホープこうずっと食べてて、めっちゃ食べるんだねってそう言って、うん、楽しみ会チャンネルじゃん、いやもうね大好きになりました、うん、そうこれは配信が終わった後の裏話なんですけど、でこれ時間大丈夫か、あやばい時間今何分ですかちょっと時計がさ、私ほんと時計がずれてるの、今私の時計だと40分なんですけど、合ってた、あ合ってた合ってた合ってたよ、あれ嘘治ったのかな、いやこの間まで15分遅れてて、そう写真撮ってよ、撮った、じゃあこの数日前まで私の時計が15分ずれてた、合ってないかと思ったら合ってたよかった、そう直したんだよ時計で、さ直してる時さ時計落としちゃってさ、もう手にガンって直撃してもう折れたと思って、めっちゃ痛くて痛ーとは言わなかったけど、うん、めちゃくちゃ痛かったけど、え、そう電波時計のはずなのに15分なんかだんだんずれてって15分ずれてよ爪折れた、うん、そうもう、うーってあポーションありがとう、爪ちょっと割れちゃった、まあでも切ります、長くなってきたので爪切る、よしメモメモ、ハナミちゃんってネイルしないんですよしないんですよ、ほんとこんなこと言ったらもう最悪なんだと思うんですけど、最悪のアイドルだと思うんですけど、ネイル好きじゃなくてああもうやだ
見たいよね絶対もっとこのなんかキラキラ可愛い爪とか。ごめんねこんな人で。そう。そうなんだよな、ちょっと苦手なんだよねネイルが。そう。いや本当はやりしたいんだけどネイルとか、でもねあんまりちょっと苦手で。そう、子供みたいだよね私。あでもなんかキュ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 ってあのツルツルにするネイル、なんかサロン行ってツルツルみたいなのは定期的にしてるんですけど、そう、何が苦手なんだろう、なんだろうな、なんか気にしちゃうんだよね。そう、なんかちょっとガーンとかぶつかると今折れてないかなみたいな、そう気になっちゃうの私すっごく、そうそうそう。でも本当はしたいんだけどね。いやしたい、わかんない、でもちょっと苦手なんだよネイルが。そう、あとはなんかお仕事的に、これは前話したかもしれないけど、そう私のやりたいお仕事的にこうなんかテレビとかリポーターとかなんかロケとか食リポとかそういうのをやりたいから、そう、そういう時ってネイルあんまりねいらないのかなって私は思うか。いやでもなんかアイドルでさ爪まで可愛いみたいな、もう指先まで可愛いみたいな、そうアイドルがやっぱりアイドルって感じじゃん。そう、なんか爪キラキラでさみたいな。でも私的にって話ですこれは。うん、そうそう、なんか手先が映るじゃない食リポって。だからそこでこうなんかシンプルなやつならもちろんいいと思うんだけど、なんかもしさなんかすごい何なんかベーみたいなペーみたいなのがついてたらちょっとへってなっちゃうかなと思って。そう、食べるとでもまあ人それぞれなんですよこれ、本当に人それぞれ。そう、人それぞれだからもう人それぞれです。はい、私はちょっとしないってだけなので。うん、まあでも可愛いよね、可愛いしネイルは全然、うん、なんか人の好きでいいと思う、個人の自由で。ええやんええやん。そうなんですよ。あ、そう、そうだった、私テタレ目指してるんだった。そう、そうだから握手会が始まる時はもう私ズル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 にしますから爪キュ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 って。そうだから爪触っていただいて構わない、ズル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 の私の爪を楽しみにしててください。うん、確かに手たれ目指したら爪に気をつけないと。本当に俺が代わりにネイルしていこう。え、してしてしてほしい。手たれ活動、わー、はい、出来上がり、手たれ活動。滑ったんだけど、娘の上に乗せてね、手たれ活動、手たれポーズ。手たれさんはいつも手袋してるし、うわーちょっと大変だなそれ。爪の白い部分の大きさがし、あ、私ないわ。出た、爪の白い部分、それ
待って減ったんだけど、親指もっとあったのに白い部分が減ってます。え、皆さん爪、指、爪の白い部分全部の指にありますか？ちゃんと、え、ちょっと見せてほしい。私ない、ここないんだけど、ビタミン、そして、え、ちょっとね聞いてほしい、時間大丈夫、聞いてほしいんだけど、私最近ビタミンめちゃくちゃ取ってて、そう、なんかしかもすごい、あのすごいちゃんとビタミン取ってる。最近さらにこう美容に、なんか美容に目覚めて、そのあ、みんなごめん言ってくれてた、はいはいはい、見えない、あるある、小指がない、え、それ以外はあるの？逆にすごい。あ、そうで、あの田中みな実様のなんかスキンケアとか、そのなんか何、食生活とかめちゃくちゃ見てて、そう、すごく影響されてるの、そう、だから近々私美白になる予定なんですよ、だからこれからきっと白い部分、爪の白い部分どんどん出てくると思います。そう、田中みな実様を目指の、何、あの美貌を目指して、はい、ます。そう、やっぱ美容家と言ったら多分パッて思い浮かぶのが田中みな実さんだから、そう、あの雑誌とかYouTube とか見て調べて、ちょっとお肌綺麗になりたいなって思って、美白になりたいなって思って、そう、あの、あざとくはなれないんですけど私、はい、なんですけど、そうです、あ、さとくはちょっと無理か。だから頑張ります。じゃあランキング読もうかな。ランキング、いやでもよかった、元気出ましたわ。はい、行きます、読みます。じゃあナナミの73位から。73位、ヨッシー、ありがとうございます。で13位、みちおちゃん、ありがとうございます。12位、ゆうおうさん、ありがとうございます。ウオさん、ありがとうございます。あ、ウオさん、さんつけちゃった、さん、ありがとうございます。11位、世界のマスル、ありがとうございます。10位、りょうすけ、ありがとうございます。9位、 NGT49 カズ、ありがとうございます。8位、スキャット、ありがとうございます。7位、はる、ありがとうございます。6位、おっくん、ありがとうございます。5位、エチゴン、ありがとうございます。4位、お酒、ありがとうございます。3位、シジュウカラ、ありがとうございます。2位、日焼け、ありがとうございます。そして1位、みったん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた配信しますね。また。ありがとう。見てくれてありがとう。あ、
終わった1月が。ごめんプロジェクトもありがとうございました。特典の応募お忘れなく。本当に今日まで皆さん頑張ってくださってありがとうございます。絶対勝つ、もう勝つ勝つ勝つしかない。これは本当に勝つ、勝とうね、一緒に勝とうねありがとう、おやすみなさい、またね、ありがとう。